彼は10日、自身のインスタグラムを通じて、ブサンというハッシュタグとともに、数枚の写真を掲載。写真の中の中島武人は、ラフで、スタイリッシュなファッションで目を引き、釜山、ヘウンデの街でポーズをとっている。別の写真には、貝焼きやビールなどを楽しんでいる姿が収められている。中島武人は、今月4日から釜山、ヘウンデク映画の殿堂にて開催された、第28回釜山国際映画祭、ビーフにサプライズ登場した。彼は、日本のある番組の撮影のために、同映画祭を訪問したという、東方神起、セクシーゾーン中島武人と、即興アカペラコラボの、奇跡の対談に反響、彼女は、綺麗だった日本リメイク版、ポスタービジュアルを解禁、リリコ&木村雄一ら追加キャストも発表、元記事配信日時、2023年10月11日15時53分記者、チョン・ジュイヨン。